皆さんこんにちは。今日はですね、静岡国士大学名誉教授の小部、先生をお尋ねしてましてですね、今日の番組に向けて、視聴者の皆さんからこの天皇の問題、皇位継承の問題、その他についてですね、質問をですね、皆さん出していただきました。で、実を言いますとですね、その皆さんが出した質問がもう多岐にわたることはもちろんですね、200以上の数になってしまってですね、200問200答ですととてもじゃないけど時間が終わらないなと思いましたので、今日はですね、私の方で今先生にも全部質問見ていただいたんですが、こういう質問で、お尋ねすれば、その200問の多くがね、多くのですね、その質問の中身について、お答えすることにもつながるんじゃないかと思われる内容をまとめてですね、およそ5つのジャンル、5問って書いてありますけど、5つのジャンルに分けて、質問してお答え願おうと思います。またですね、実はですね、田部先生、本当にですね、仕事が早いって言ったら失礼な言い方なんですけどね、本当に、誠実におやりになっていただいているので、細かいね、質問についても実は、お答えを準備されたんですね。で、これについてはですね、実は近々私も金井さんが始めてるノートですね、私も始めるつもりなんですね。で、そのノートの方で、皆さんにご提供できるように、今、準備を進めているところです。ですから、多くの質問、今日、例えば答えられなかったこともほとんどですね、そちらで、小部先生の答えを示すことができると思います。ぜひですね、ノートをご利用いただければ、9月から始める予定ですのでね、もう少しお時間いただきます。ということで、早速ですね、これからやるのも1時間半くらいかかるんじゃないかなって私は見てるんですけどね、すごく丁寧に、わかりやすく皆さんの質問に答えていただけると思いますので、これから私がですね、お聞きして、で、またこれ、およそのね、目安になるような項目をですね、まくり式で、置きますんでね。皆さん、これも見ながらですね、聞いていただければと思います。じゃあどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、先生、早速なんですけど、お手数かけちゃったんですけどね、5つの、第1問、第2問、第5問まで作ってるんですけど、その、1つの問いの中にもいくつかあります。これをちょっとお聞きしますけれども、まず、この第1問目ですね、帝王学、象徴学とも言われますが、この問題についてお聞きしたいと思います。こういう質問でございます。私たちが国民の総意として統合の象徴である天皇を推戴するという憲法の立場に立つなら、皇位を継承する方の資質がどうでもよいということにはならないのは明らかではないでしょうか。その意味で、先生のご著書にもある帝王学、はとても大事なことだと思います。いわゆる帝王学と言われるものの基本的な内容、近代以前と近代、現代の3代にわたる天皇のですね、政府過程において、その内容などはどうなっているのかということはあまり知られていません。少なくともですね、昭和、平成、そして金城陛下の3代にわたるですね、この帝王教育の内容や、現在の皇位継承者、新たに出てきているわけですね、秋篠宮皇嗣殿下や、悠仁親王殿下ですね、出てきてるわけなんで、こうした方々が今直面しているこの帝王学の問題、そもそも帝王学というのは何なのかということも含めてですね、先生にご解説をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。まあ私がその帝王学の本を書こうと思った動機というか、モチベーションというのはやっぱり悠仁様がですね、今後どういう進学をされるのか、どんな学びをされるのかというのが結構話題になってまして、賛否両論いろいろあるんですね。で、まあ、ご自由にされた方がいいとかね、東大に行かれた方がいいとか、トンボをされた方がいいとか、いや、それじゃまずいんじゃないかと、古来、帝王学というのがあったんじゃないかと、いや、今そんな時代じゃないとか、まあ、いろんな意見が飛び交っていたので、じゃあ、天皇家の帝王学というのはどんな歴史だったのかということをまとめましょうと。いうことで、まあ、近代の天皇から始めたんですね。で、近代の一つ前の孝明天皇から始めて、明治、大正、昭和って調べてたらば、編集者の方から
先生、古代から比較しないと分かんないんじゃないですかって言われて。まあ、もう、古代といっても神武天皇からやるってのもなかなか大変なんですが、まあ、大雑把な、枠組みがあるので、近現代とどう違うのかという意味では、古代の天皇ってのはどんなことを目標に生きてたのかという、何が大事だったのかというのは、例えば国を統一するってのが一番の問題ですよね。それ軍事的な長、要するにトップであると。いうことと、国全体をやっぱり統治できる能力がないと、まずいと。だからそこにはまあ、人民に対する思いやりとか優しさっていうのも多分、必要だと思うんですが、やっぱり国をまとめていく時代の天皇と、その後、武家が出てきてね、中世の社会で、武家の中で、生きていくと、時代の天皇と、また近代の天皇と違うんじゃないかということですね。で、調べますとですね、中世あたりにですね、唐の大宗という、まあ、模範的な王室政治をやったという王様の本が、帝王学の本として、使われているというのが、まあ、大体歴史的に言われてまして。唐ってのは中国の唐ですね。唐です。中国の唐です、はい。それは、帝藩とか、うん、軍書治療とか、上岸西洋というような本なんですが、今でも上岸西洋といえば、企業のね、社長さんがよく勉強して、帝王学のテキストと、まあ、帝王学のテキストといえば、上岸西洋というような本なんですが、こういう本を学びながら、統治者として、君主としてどうあるべきかと、あるいはその側近とどうつながっていくべきかというようなことを学んでたというのが大筋なんですね。で、そこにはまあ、思いやりとか、儒学的なものがベースにあるんだよという話なんですが、実は、律令国家では、東軍、つまり皇太子を教育する機関というのができてるんですね。で、久米さんの代々学問を学ぶ家、うん、我々がよくあるね、学問の神様とか菅原さんとか言いますが、そういう代々の儒学の家とかの子孫たちがですね、まあ、今で言うと大学教授ですね、なって、皇太子を教育するんですね。で、東軍府というんですが、府は貸し付くという字なので、ちょっと難しいんですけども、それを、まあ、ちゃんと法律の上であって、代々やってて、なんと孝明天皇の代まで存在したんですね、東軍府というのは。で、孝明天皇はそういう教育を受けてるんですよ。歴代の公家さんたちの、組織があるんですね、皇太子を教育する。まあ時代によってはね、そういう余裕もなかったこともあるにしても、組織としては。で、明治でも東軍府を作る予定はあったんですが、明治になって変わりましたね、やっぱりね。それは、儒学が定流にあるんですけれども、洋学というのが入ってくるわけですよ。で、明治ってあんまり洋学好きじゃなかったみたいなんですが、ね、でも学問教育の中では、当時の、要するに旧公家さんじゃなくて、新しい時代に、まあ、勉強して偉くなってきた学者さんたち、まあ、武家階級の人とか、そういう人たちが、東大の教授になるとかっていう形で入るような人たちが集団を作って、天皇教育、皇太子教育をやるんですよ。で、そういう中で学習院というのができますから、学習は本来皇族のための学校じゃないんですね。家族さんを一般の人と分けて入れるための学校だと。だけど、まあ、皇太子も学習院に入れましょうと。普通ね、皇太子とか皇族さんって自分のうちの家庭学習なんですよ。おおむね、お金もあるし、立派な人寄ってきて、ならせたら学校なんか行かないわけですね、当然ね。しかし、近代学校になって、まあ、それもなんだからということで、初めて入ったのが大正天皇なんですね。ほら、大正天皇はね、中学校に行くにあたってね、やっぱどうもうまくいかないっていうんで、家庭教師で、全国回るというようなね、有栖川の皆さんが個人教育しながらやるんだけど、まあそれはそれで今度頼っちゃってダメだっていうんで、まあそのまままあ大人になられたという。だから学習院旧体なんですね、あの方はね。だから学習院学習院って言うけど、学習院って最初は大正天皇だし、それも初等科しか行ってない。中東からもう挫折してるわけですね。随分だから模索したわけですね。模索してる。で、そういうことやってるうちに昭和になった時に、まあ大日本帝国が作っていく時だから、これじゃまずいっていうことで、政治家や軍人たちのトップがですね、語学文書というのを作るんですよ。初等から学習に行きますけど、初等、要するに小学校出たらば、特別の教育をしよう。それも一流の学者や軍人たちを集めてですね、組織的な教育をする。これが昭和天皇の語学文書という、天皇の学校を作るんですね。学習力じゃないわけですよ。もう最高レベルの個人教育使って語学用だけ集めてね、少人数でやるわけですね。
それを受けて昭和天皇は軍事的にもいろんな社会問題も勉強して、大元帥なり元首なり、まあ、戦前の昭和の国時代を担っていったんですが、その後の皇太子である、まあ、今の上皇陛下ですね、同じ路線を踏襲するつもりで合格文書を作る予定はあったんですが、戦争中なもんですから、まあ、なかなかどうしようかっていうところで、戦争で負けた時に合格文書というのは、まあ、日本のね、そういう申告教育をするためだからということで、なしになってしまって、まあ、イギリスやアメリカの家庭教師、特に有名なのはアメリカのバーニング夫人の家庭教師によって、教育するという。いわゆる学問所とはちょっと違った個人教育。で、あと教育参与というのができまして、まあ、トップレベルのね、優秀な人たちが、ご相談に乗ったり、いろいろアドバイスしたりして、お育ちになった。で、平成の上皇陛下は学習に入りますけど、なんと、イギリスの戴冠式で、半年ないもんだから。エリザベス女王。そうですね。半年ないもんだから、単位が足んないっていうか、日数が足んないっていうんで、ね、中退になっちゃうんですよね。別にあの当時は大らかですね。で、陛下はまあ、構わないということで、政治学科中退になっても、まあ、いわゆる今で言うと何ですか、特任みたいな感じで、卒業入って、研究生ですね。おられて、卒業はしてないわけですね。で、さらに行きますと、今の、令和の陛下になると、今度はもっとね、時代がね、進んでしまって、そういう語学文書もないし、そういう教育参与もないし、なんか上皇陛下は作りたかったらしいんですけど、宮内庁あたりが難色を示したらしくて、次の時代はそういう時代じゃないということで、令和の陛下は学習院で、学んで、あとイギリスで、留学して学んで、あと独学とご両親の教育で、今日の自分自身の帝王学を作られてるっていうのが流れですね。その中で皇太子の時に独学されてるの分かりますね、ご先祖様のお寺とか行くと、古文書読むんですね、あの方は。勉強家なんですね、やっぱり。水の研究もしてますけども、いろいろ古文書、私学科出てますんで、古文書研究もなかなか読んでまして、ご先祖の中から僕らは読めないようなものも読んでるわけですが、その中で彼がよく、まあ陛下がよくね、口にされてきたのは、花園天皇ですか、解体師の書と言って、皇太子に、戒めの書なんですね。お前は自分で働いたこともないのに、そんな選ぶっていいのかみたいな、そういうことが書いてあって、今の陛下はそれを自分のね、心の支えとして、要するに自分は天皇になるにあたって、人々との苦労を知る努力をしなければいかんということを再三言ってますね。だからご自分で独学で、そういった心構え、周りの人々とどういう関係を築いていったらいいのかということをやってきたというのが分かったわけですね。で、まあ今のね、秋篠宮殿下と悠仁親王はまだ陛下にはなってないんですが、今後なるであろうと言ったんだ時に、突如その、秋篠宮殿下、陛下になる、天皇になる予定はなかったのに、まあ男系問題で突如時期の皇嗣だと。いうことになったんですが、若い時の教育というのはもっとフランクで自由だったわけですね。ですから、内親王のお二人にもそういった結婚して自由にっていうような、ご自身も自由恋愛だったから、そういう教えをしてきたために、どうしてもその戸惑いがあるっていうか、流れにちょっとぎくしゃく生じてる。で、ご自身も、そういう組織的な教育で、帝王学みたいなものを学んだわけじゃないから、むしろ上皇陛下とは違う形でいいんじゃないかということすら、発言されてますよね。じゃあどういう形なのかというのが、はっきり言ってまだ見えていない。これからの新しい時代の帝王学って何なんだ、あるいは天皇としての生き方は何なんだっていうことが、まだちょっと未確定だなっていうのが私調べてみて、それをまた親としてした人信頼にどう推進するのかっていう。ちょっと混迷してるんじゃないか。ちょっと心配。そういう組織的なものもなくなったし、これからどんな天皇として生きていくのかっていう、方向性も見えない時代になってるんじゃないだろうかっていう。感じがしましたね。結局でも今のお話を伺うと、明治大正と作ってきてですね、まあこういうふうに、こういう継承者っていうのは資質を身につけるべきだっていう方向性がある程度考えられたのは、あの戦争でこう、天皇、
なしになっちゃって、じゃあ、戦前と同じようなことはできないよと、うん、じゃあどうしたらいいんだっていうことに対して、しっかりした答えがなくて、でも、そういう中で、やっぱり歴代から学ぶんだっていうね、で、金城陛下ですね、うん、僕もいろんなところを参見しますけども、歴代の天皇陛下のような言葉をね、言われてると、ああ、よく勉強されてるんだな。およそですね、秋篠宮皇嗣殿下はそういう話したことがほぼないかな。うん、うん。まあ、されようとしてるかもしれないですけどね。それと、今のお話聞いても非常に、これは逆に同情せざるを得ないなっていうのは、うん、そうは言っても秋篠宮殿下はもう50代半ば超えちゃったんですよね。そうなんですね。うん、これから、自分でですね、自分でその帝王学なり、あるいは象徴学って言ってもいいかもしれないですね。うん、象徴学っていうのは上皇陛下がお使いになった言葉じゃないかと思いますが、うん、それをこれから探訪して、しかも、まあ、ご本人の意識としては、いや、僕はそんなに兄とはそれほど違わないんで、兄を僕は継承するって現実的なのかどうかっていう趣旨のご発言をされて、そうすると、ご自身のご長男である悠仁殿下ということなんですけれども、うん、悠仁殿下にじゃあどういうふうに接して何を伝えていくかということも自分が分かんない状況で来ていると、これ結構深刻な問題ですよね。深刻なんですね。だから、組織的なものもなくなったし、方向性も見えないし、うんうん、今までの五公務なら五公務だけやってればいいという感じでしかなくなっちゃうわけで、うんうん、じゃあ、そういうのと国民との接点はどうやって作っていくのかっていうのが見えないですよね。うん、そうですね。まあ、あまり研究者である先生に言うとあれですけどもね。まあ、だからちょっと例えば、ずっと大正、明治、大正、昭和と来る中で、まあ、儒学から洋学も入ってきたと。洋学の中におそらくね、まあ、軍事的なものは置いておいて、ノブリス・オブリージュっていう話も、ね、そうですね、おそらく洋楽の中から入ってきてると、うんうんうん、でこれ非常に近現代の、うん、いわゆる皇室定位、定位行為をね、うんうん、継承するものとしては求められるものだけども、うんうん、そういう考え方もなんかこう言ったらあれですけど、下宮家には見られないなっていうのは、うんうん、本当のところで僕は、ね、まあ、高い地位があるものは社会的責任があるっていう、まあ、よく一般に言うし、うん、日本人の貴族階級が本当に当たるかって疑問を持つ人もいますが、ただ今、儒学の時代でもないと、ただそれなりの地位があるものは、その後の責任を果たすというのが、やっぱり、ノブレス・オブリージュの考え方で、それを取り入れてたらどうだろうかっていうことなんですけども、だから、王侯、横暴的な王侯貴族じゃないわけですよね。そうですよね。だから皆さん心配するのはね、いろいろ特権だけいじっちゃって、それでその責務は知らないよっていうような本になっちゃうと、天皇制もちょっと、大丈夫かなっていう声が出始めてる、そこのところのポイントだと思うんですね。そうですね。まあ、ここは皆さんね、平らかにね、考えていただいて、そういう問題なんだっていうことがね、帝王学、象徴学の面でも、裏付けられるんじゃないか。そうした点ではね、やっぱり、何が、今の話でも、伺えたんですけども、やっぱり、金城陛下、こうやって比較しちゃいけないんだけどね、金城陛下がいらして、秋篠宮殿下がいらして、やっぱり、考えがまだ混沌としていらっしゃる秋篠宮殿下。そしてもう初めからもう小さい時からね、こういう継承ってのは明らかで、自分でそれを作っていくっていう意識を相当されたのかな。で、当然ですね、今、こういう発言を金城陛下がされたのを私は覚えてるんですけども、愛子様についてはね、どういう立場になってもちゃんと通用するように自分は育ててきてるつもりですということを言われたっていうのはやっぱり、自分が掴んだね、まあ、皇室、あるいは天皇家にいるものとしてのね、まあ、心得というか、そういう身につけるべきものをね、継承させていってるんだよということをおっしゃったんじゃないか。そうした点ではね、まあ、最初に、この説問の最初に言ったように、資質の問題に言ったんですけどね、資質を育てるという点ではね、やっぱり、年の宮愛子内親王殿下にね、期待が集まるのも、これは無べなるかなと。私はもう次第であります。これね、本当はずっとこの問題でも話したいんですけど、これだともう終わらないんで、もうすでに20分経ちましたんで、はい、次に移りたいと思います。はい。